はい、それでは始めていきまーす。あれ、あのね、ちょっとさっきやってたんだけど、ちょっと時間かかりすぎて、あ、これはボツにしないとダメだなーと思って。別にそうだねー、これ最初できないんですよね。で、これなんか後からミニゲームしたらできるようになるんですか。ちょっと、昔留守番電話も結構高かったですよ。ああ、なるほどね。カレンダーまであれなのかな。どの人なのか思ってたけど、ここでしょ。で、まずやることは、これも知らない人はあれなんだろうな。なんか僕らも全部試しましたからね。これなくなるんですよ。すごいよね、これも。で、どうやったかな。一応ね、これで持ち物は、あ、ちょっと待てよ、ここで見とこうか。持ち物も一気に増えるんでね、ここ。あー、なるほどね。これ持ち物持ってなかったらここの画面まで行かないんですけどね。もう一個でしょ？で、ここで、ピカって光ってるから、これ分かりやすいよね、誰でも分かる。で、ここでまだアイテムすぐ増えるんで、私アイテムはコレクターだからもう2つでしょ。で、これ2つ。あ、現場写真だって。あ、話聞いたら、言うてるわ。やっぱそうやな。あ、ちょっと待って、その前に、ちょっと待って。で、ここで、聞くのに、例えば人はいいか。あ、やっぱりソハダクラブ出ないわ。出ないわ。で、事件を聞いたら、あれでしょ？間違えた。で、今ちょっと待ってよ。どうやったかな。聞く。で、人が、これ今3つだけど、で、これでわーっと増えるのよ。で、ほんでこれでこんだけ増えるのね。いきなり。これも聞いとかなダメやね。
昔からこう字読まなかったですね。でもこういうのがやっぱりゲームね、進むのになんていうか支障を期待していくんです。昔はよし、これで出るか。一応もうあれしとこうか。まあ、ちょ。ここで使ってもったいない。現場写真が？ああ、コンタクトレンズか。どれがよかったの？ああ、コンタクトレンズ今使ったら問題ない。なるほど。これもね、全然覚えてなかったんですけどね。やっぱ、なんやろうね。これは簡単やね。で、もう今は聞きませんけど、こう聞く欄にその他のオス肌クラブができてるんですよね。よし、これで終わりか。一応ね、ここが最初のなんていうかな、マップなんだけど、ナムコって書いてるんですよね。ナムコ本社行けないんですけど、これ今やったら見えるのかな。昔ファミコンでやってる時、これ字が読めなかったんですよね。今でもドット絵が多分見えるんちゃうかな。今はさっきね、それでこれで25分ぐらいやってたんですよ。今でも、うわ、今でもほらあれでしょ、10分ぐらいでしょ。7分か。でこれで聞くんですよね。なんだったかな。これ事件に、事件を聞いたら、あ、ほらほら、あれ？で、これで出席者が出てくるんだけど、出席が聞かなくても綾子さんに聞いたから、これも全部聞いとかへんとね。これで出るんですよ。やっと新しいとこ行けるんですよね。さっきので。これを聞かないとずーっと、さっき30分までやってたんで。駆け出しのくせに。なんかわかる気がする。さあ、行きましょう。これでもうやることはないかな。あ、増えてますね。ここまでだったのに。で、これがあれなんですよ。ゲームセンター、また後で行きますけど。で、ここが、まあ、やっぱ大阪ですね。で、千里ヶ丘ここらしいです。これ万博なんかな？そうそう、こうやってね、ちょっと増えていくのが面白いんですよね。この1画面しかないんですよ。昔やから。こういうミニゲームを
楽しかったな。確かね、これを真似して、なんだろ、コナミも作ったんかな。これもね、これでやったらいいんですよね。わあ、うわ、これこうでしょ。これは何を取ったかっていうと、操作メモセーブっていうか、あれができるようになるんですよね。もうこれもここ終わりなんですよね。じゃあここ行くか。今は分かってるんだけど、もう一つなんか、一つなんか、どうやったらいいんかな。進むごとにこれ行きましょう。うわ、おいおい、めっちゃ難しいやん。こんなに難しかったっけ。めっちゃ難しい。あれ？なんか打てなかったこれ。めっちゃ難しい。昔のゲームやな。あ、撃ててるやん。撃てるやん。誰を撃たれへんかって言うてんな。これ何何何、これ何何なのこれ。うわ、ああ、いや、ちょっと本気出しまーす。いや、面白い。これが面白いのよ。普通さ、こういうミニゲームとかが面白くなかったら、いやいややるでしょ。これが面白いのよ。面白いわ。じゃあ、アドバイスもいらないんです。うわ。なんか思い出してきたね。なんか昔こんなんやってたなみたいな思い出してくるのよ。それが楽しい。お、あー、これ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 ね、これ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 、あれなんですよ。そうでしょ。人に対して聞き漏らしてることがある。やっぱ戻ろう。どっちやったかな？こっちやったかな？もう人やんか。やっぱ全部聞かなあかんわね。光女子大なの、なんやろ、ちょっとよくわからん。もうこれもめんどくさいな。あ、これや、ほんまや。これ出てくるんじゃないの。千里川湖行ってる。
なるほどね。今まで多分千里高校文字派の家見たんちゃう、見たんじゃない、出たんちゃうかな。え、どこまでやったかな、もう分からないでしょ。これがさっきの話やから、実は全然記憶力がないんですよね。あの記憶力があるないじゃないし、やっぱ何でも順番通りにしていかないとダメやと思う。あのね、なんてロールプレイングの洞窟で敵を倒した後、どこから来たか覚えてないっていうのがよくあるんですよ、私。これでも最後やな。おー、出た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 。なるほどね。人の話でこんだけ出るわけやね。はい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 。こっちやろう。もう一回もう一回やろう。もううざい人はもういちいち飛ばしてください。あ、え、今当たったよね。判定や。今の判定や。うわ、あー、これ何回でもやってもいいな、楽しいもん。最初多分、あ、間を避けへんとあかんねやと思う。おう、これ何？これ何よ？何のあれ？うっ！もう、昔アクションゲームとかシューティングゲームとか全部点数ついてたんですよね。で、ゲームクリアじゃなしにその後点数を稼ぐみたいな。だってロックマンでもついてたのよ、最初点数。あ、当たった、うい、うい、うい。多分右利き側やからこっちなんかな。左で受けたことないのよ。なんかアクションゲームはなんか利き手ってあるよね。右の方の方が利き手があるとか。あ、簡単やわ。あのサタンから簡単。どっち先行こうかな。どっち先行こう。これも自由だからね。あー、結構経ったね。あのね、最初やった時まだ探してたんですよ。ここ出ない。この最初のマップから出ないな、出ないな言ってたからね。一回、もう、お釈迦にしましたけど、動画。これもね、これも懐かしいあれなんですけどね。これも懐かしいんやけどね。誰か出てきたっけ？誰か出てきたね、そういえば。ここで誰か出てきたわ。どっち先に行こうかな。こっち先行こうか。どうやったかな。あー、これあかんやつや。どう
したらいいのかね。そうやね、誰もおらへんよね。あれ確かいるはずなんやのよ。いるでしょ、確か最初からいるのよ。これライトつけたらなんかあかんねやったかな。なんかあったよね、なんかあんのよ。どうしようかな。これもどうやったっけ。やっぱりね、扇風機でしょ。確かどこやったかな。これやね。それは89ってあのあれですよね。なんかまあまあ数ヶ月やってたら通る道なんですけどね。あれでやったかな。あれどうやったかな。違う違う違う、どうやったかな。あ、そう、回すか。扇風機や。あー、その他？これよ。これどうやったかな。あー懐かしいな。どうやったかね。これプスイッチでしょ。覚えてるわ。あーそっか、フロッピーがなんかいるんじゃないの。そうじゃなかったっけ。確かそうやったと思う。もういいわ。あー拠点も出てきて切り売れるよこれ。ほら早っ。こっちは？あれ？どうやったかな？確かおるはずなの、誰かが。これも誰かおるでしょ、確か。四郎か三郎か。まああれですね。何回でもやるよ。好きやから。なんならこれをやるためにサンマのメーターで やったようなもんやから。あ、そうだ、あの一応こんなん別に教えることではないんですけど、 A ボタンであれです。 B はなし。あ、何しねん。あれは別に取らんでいいって言ってんのにも。何しか単純なゲームが面白いのかな。なんかわからないけど、なんか複雑な選択肢いっぱいあるのはあんま好きじゃないっていうか。今考えてもうまいことできてるよな。昔のゲームが好きだ本当に。レトロゲームがなぜ好きかとか言われてもわからない。これはいらん、別に点数稼いでるわけじゃないから。
サタンってどないして出てくるの？数か。多分そうでしょ。10匹とかそんなんじゃないの？うっ。おー、これ確かね、最速でやって1時間でいけるのよね。あら、もう、うっ、おお、今のは絶対当たってたね。なんでもそうじゃん。審判とか、あ、審判が当たったって言ったら当たったし、審判が当たってないということで当たってないし、世の中そうなんじゃないですかね。さあ、最初動いたらあかんねや。なるほどね。なんか今、思い出した。思い出したじゃないや。最初動いたらあかんのよ。これ確かライトつけてからやったかな。まあ、いっか、もう一回や、行くわ。なんか、忘れたけど。一回ライトつける？もう分かってるし。普通に行くんだライトつけるんやね、確か。ほんじゃ、誰か出てくるんや、確か。あ、来たよ。来た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 。はい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 。今度は左側やりまーす。あ、でもやっぱ、左の方が、あれなんやね。なんか、苦手やっていう、感じがある。当たらへんですよ。反対側やったら、バンバン当たってたのに。あれでも、あ、なんか、こっち来るときが持ってなダメなんや。あの、遠心力あるから。遠心力じゃない。時間差があるから。同じやろ？同じでしょ？人についてちゃんと聞いて、ああ、はいはいはい。どうしよう。もうこっち行くか。行くわ。でもね、調べる何やったかな。小箱。うん。あれー、何やったかな。まあ何しかあれでしょ、遅んでしょ。これスイッチ押してあかんはずやけど、もうええわ。あー、本番中なんや。なるほど。いや、もういいって。あれ、どうやった？で、聞くって誰も聞かへんでしょ？もう誰もおらへんでしょうね。これも分からへんでしょ？これ何も進展せんかったらこうなんですけどね。もう、これは意味ないわ。あ！どこでもセーブできるんや。最初は事務所だけかと思った。え、もう協定？
協定しか無理やね。あ、ここは？ここも出てくるんやけどね。ここ行くしかないよね。あー、これも懐かしいよ。今日これやって、やめよう。これも懐かしいよ。あー、懐かしい。これはいいえしとこうか。あー、やっぱりね。最後、末尾おかしくなかったですか？あれ？そういうとこ気になるんやな。ゴジラ、ドア、次、ちょっと待ってよ。ほら、早ういね。早ういねってどういうこと？早ういねってどういうことですか？早ういね。大阪目でもそんな使わないけどね。いね。まあいいや。されやったらわかるけど。はよういね。これ何しか聞いていかなあかんねんな。これは何？あー、わかった。どうしよう。あ、まあ、いえいえ、今日ここでやって終わるのよ。もういいね、いいね。あそこの、なんていうか、なんていうか、テレビ朝日かなんかもういいのよ。まあ、何か聞いとこうか。調子があるよ。その他について。まあ、さあ、どこ聞いとくか。人について。あ、そうやな。人について全部聞いとこう。なんか、これ聞き漏らしてるらしいんで。あらららららやすし出てるやん。今出てなかったのに。出てきたから出てくるんだけどね。あれ？どうやって勝負すんの？これ、どうやって勝負するんやろ？わからん。あー、そっか、これちゃん。これ殴られへんわな。それはどつけんよな。わからん！あれ？これすぐボートレースになるんじゃないの？もう、ここしかないんじゃないの？ここは誰か人おるの？これしばらくしたら人は出てくるんやけどな。あ、探すんだ。
なんかね、シロやったんちゃう？え？誰やったかな？ここシロ出てくるのよ。違う、わからん。探したら出てくるんちゃう？こっち出てくるんちゃう？確か。あ、これ出てきた、出てきた、出てきた、これや。アリバイとか聞いてあんのかな。人に聞いてきとこうか。ほんでここで何やったかな、アイテム欄をこうやってで戻すのよ。あれ？やっぱバグらないわ。あ、これあれじゃん、何やったかな。まあいいや。これやったかな？ここで？あ、ちょっと待って。これ違うな。これじゃないな。あれバグらへんわ。どうやったか忘れた。人について聞くのだるいな。まあ全部そうやんか。あ、時間が、え、なになに、時間が短いのに舞台やっとるで、なんだ。あ、ナンバーケツ出た。白ナンバーカケツ、これや。間違えた。もういいから、分かった分かった。で
ピンバッジ。あー、なんかここいいんかなんかじゃないのことじゃないの。とりあえずあれしといたらいいんじゃないの。あのちゃ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 、ああそういうのか。女性は殴られへんからね。あー出た、ここまで出ましたよ、ここまで出ましたわ。でも結構済んだんじゃない、今日は。どうしよう、ボートレースして終わりたいんだけどな。ダメ？まあ何しかね、今日はこれでやって終わります。あ、まあいいか、もう終わります、一回。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。